はい、小倉城ですね。今日はちょっと天気悪かったんですけど、ちょっと遅出のスタートということでゆっくり回りたいと思います。ここは城下のですね、時矢橋のとこなんですが、伊能忠敬、歴史的に有名な方ですね。測量200記念碑というものがここにあります。これが記念碑なんでしょうね。方位を示している、今で言ったら磁石みたいなものですよね。詳しくですね、伊能忠敬公についてはホームページに話をしたいと思いますよね。やっぱ一番は測量士というか、測量隊を率いて全国日本地図を作ったと、我が国初めてと書いてありますけど、実測っちまわり現地に行ってですね、今言ったら測量隊じゃないですけど、現地に行って、こういうこれ何か指示してますね。測量したと、こういうことが書かれてますね。一級都市基準点っていうのはあまり見ないですよね。私なんか山やるんで三角点とかよく耳にしますけど、こういうものあるんですね。ちょっと全国の都市にあるのかはちょっと知りませんけど、2001年ですか、もう、いつも目にしてるはずなのに、最近お城関係もですね、城下を訪ねるときにはいろいろなものを見るようにしてますけども、御用って書いてありますよね。結構有名な方なんで、別にこれ趣味でやってたわけじゃないですけどね。時矢橋と城下町、城下というところでですね、これは今風というよりも古風というか、土台は、コンクリート使ってますけどもね、かなり昔の感じで、なんか大名行列でも出てきそうな感じですね。ちょっとね、天候がこんな感じで、今かなり回復に向かってる感じですよね。今小倉城の方、ちょっとお城自体は見えないんですけど、影になって、この裏にお城がありますけどもね、今から行こうと思いますね。こういう城下もね、小倉の場合は特に水辺と関係のある町ですから、あそこに、あれは河川の石垣ですけどね、昔ながらのというかシーボルトなんて出てきてますね。時矢橋の由来と、江戸時代の初めからあるんですよね。東久留和で、西久留和、要するに故郷っていうかですね、生活の場を渡していた橋になりますよね。東と西、久留和というのはその、武士がここで言うと生活していたのは、居住地ですよね。そこを行き来している橋だということになります。幕府や旅の商人、三期交代の大名や大名、長崎方面もね、こちらの方から長崎街道っていうのが延々とあるんですが、博多の方へはまた別な道なんですけどもね、当時の福岡藩ですね、小倉藩っていうのが九州の入り口でですね、私もここを拠点としてというか九州の、出発点として使うことが非常に多いです。今回も多いです。今回は素直に時計回りで前回逆回りしたんでね、ちょっと時間間違うと日方本線関係は大変なことになりますんで、はい、海に突き出た、まさにこれですよ、この突端のね、もう海なんですよね、ここはね、極端に言えばね、城下があるとお城の方はまた別のとしますけども、小倉城自体がね、こう海に面してて、要するに水利を目的としたというかね、戦国時代、小笠原忠政公、改めこちらに来て忠真公という方が小倉の町を作ったんですけども、小笠原家はそれからですね、幕末まで小倉城を守ってですね迎えるわけですけども、江戸時代を通してですね藩主だったと、譜代大名級なんで、徳川家とも深い縁のある小笠原家ですから、この小笠原藩が続くのはよくわかるんですけども、非常にこういう町並みがまず立派ですよね。今は現代でいうと北九州市というところになりますけども、時矢橋、ちょっと昨日雨で濡れてる感じがまたいいかもしれませんね。こういう感じですよね。この橋を渡って川沿いに行くと駅ですね。ちょうど列車が来ましたね。西小倉という駅があって、その駅が小倉城には、ここで言うと最寄り駅なんですが、小倉駅が南口から歩いてもそんなに差はないんですけどね。こういう河川は立派な橋になっているところもありますけども、
ラジオ飯城かまちですね。はい、時は橋付近でした。